はい、こんにちは。怖くはないよ。サルフィンです。いきましょい、アズレン。というわけでアズルレンの実況していきたいと思います。今日はですね、箱です。箱開けます。そういうね、すっかり忘れてて、だいぶ溜まってるんですよね。やばいです。ちょっと待って、取り切れるかな。あ、大丈夫。131も空いてればなんとかなると思います。いやでもね、結構量あるんだよね、マジで。むしろね、なんやろ、エクストラクリアするためにいい装備をゲットして、ガッツリ強化していくっていうのが必要だと思うんで。ね。じゃあ行きましょう。クロティッド装備力 T ストリーから行きますよ。ガチャリ。うわーい、微妙。まあ、正直私ね、まあ装備すべて把握はしてないんだけど、まあ、なんとなくね、やっぱ使用感っていうのは見えてくるよね、使っていくうちに。あれ、触れねえ。どうした？あれ？すぐこれだ。このスマホね、たまに反応悪いんですよね。うわぁ。いや、少なからやっぱレアリティは重要なんでね。やっぱ S 以上は引きたいですよね。ちょっと S 以上の引きが芳しくないですね、今日。ほんまに反応悪いな、どうしよう。はーい。甘い。言ったらあれかな。レア以下はもう全部食べるようにしてるんで、付属品っていうか、なんていうのあれ。強化パーツじゃなくて、名前忘れちゃった。まあ、それ置いとこう。ビスカは装備箱 T3。行きましょう。やばい。なんかこんなもんだっけ？引き弱じゃないですか。せめて S 行こう。S。うん。関西機ね、意外とね、余ってるっていうかね。まあ、空母よ。あんまり確かに。ね。まあまあまあ。あって困ることはないんだけど。なるほどね。増重高装備箱 T3。なんか今日 S レア率がすごい悪い気がする。でも10分の4ぐらいはね。おお、こういうのこういうの。おお、これ来たよ。1、2、3、4、5。じゃ関西機よく出るね。あと装填。装填上げるやつ、多分まあ最終的には強いと思うんだけどな。クラップ、装備力 T3。なるほど。まだまだいくよ。で、ほんとなんか、自動装填機構めっちゃ効きますね。私に使えと。でさ、結構ね、まあ、戦艦とかにはたまにつけるんですけど、どうなのかなっていう。いや、割とね、あんま強いかどうかわかんないんだけど、この火器管制レーダー。戦艦には火器管制レーダーと、自動装填装置つけたりするんですよね。それが合ってるかはわかりません。さあ、金いくよ、金。ここが本命なんだけどね。クロティッド装備力 T4。とりあえず SS1 個でも多くゲットしていきたい。いや、悪くはないっていうか、なんか付属品ばっかり。あ、でも応急修理装置私好きなんだよね。で、応急修理装置って、なんか、極まってくるとこれいらないのかなってちょっと思ってきたんですよね。ある程度強くなってくると。強くなったらさ、なんかぶっちゃけ回避とか、1でも回避上げた方が強いんじゃないかなとか思ってみたりとか、あとは火力出したいんだったらもう装填値を上げたりとか、あとはないしは強いやつっていうか強い人と戦う時とかはもう命中とかが重要だったりとか、だから結構パラメーターで重要な要素っていうのが耐久とか回復じゃないんじゃないかなって最近思うようになってきたんですよね。なんなら速力とか装填とか、装填、あ、今何て言った速力装填、とかね、回避とか、そっちの方が重要なんじゃないかなっていう。まあ、片手は片手だけ強いかもしれないけどね。あとは用途によるのかもしれない。ビスカー装備箱 T4。開けちゃうよ。来た !SS2 個お鑑定修理施設の S が来たよ。これもう一個持ってなかったっけ。今とかはベストルにしか付けられないんだけど、私は。356mm の4連装砲。356mm か、あんまり良くないんじゃない？どうなんだろうね。やっぱ口径はでかい方が、戦艦につけるなら口径でかい方が強そうなんだけどな、410とか。続き。増重工。増重工。装備箱 T4。開けていく。はい。SS はね、なかなか出ないね。クラブ装備箱 T4。ね。っていう感じですね。はい。終わりました。こんなものか。で、一括廃棄していきの。なんだかんだだよね。とりあえずまあ、私はもう、S 以下の武器関連、もう本当に武器だね。まあ、全部手放すことにしてるんで。
なんかほんとね、それもったいねえよってくらいなかったらコメントくだされば嬉しいかな。あの、好きなコメゲームは全部手探りなんで、調べないでやってます。ああ、40までか。わかりました。うんうん。こんなもんかな。さようなら。言うてはね、そんなにレア装備って、廃棄してもバックが美味しくない。まあ多分今後ね、もう S レアも多分枠っていうか装備っていうか倉庫に置ききれなくなったら、まあ断捨離していくようになるとは思うんだけど、あと多分この上の方のレアのね、この付属品っていうか、なんていうの、あ、名前が出てこないな。なんつったっけ、すぐ忘れちゃうんだよな。それだけ見に行こうか。装備品じゃなくて、取っ払えなくて、その他、まあ、その他っていうか、まあ、付属品の方がいいか、その他っていうか、ね、まあ、その他関連あるとこじゃない。反応悪いね、ほんと。そうね、その他というか、まあ、その他ね。その他もまあ、多分だんだん、だから S 以上が結構増えてきてると思うんで、まあ、レアでもう、あんまり使うことなくなってくるかもしれない。ただ私聞いたことないんだけど、この消火器とか消火装置とかって S でまだ持ってないんですよね。実はレアにしかないやつとかもあるのかもしれない。もしかしたらね、わかんないけど、たまたま聞いてないだけかもしれないけれどね。あとはみんな大体あるんだよね。あと迷彩塗装とかも S 持ってないかもしれないな。あと油圧火事も S 持ってない気がする。でもそんなもんですね。まあ、たまたまかな。で、まあ、装備してないのもいっぱい溢れてるんですよね。まあ、私が主力にしか装備させてないせいもあるんだけどね。だから本当ね、いちいち特化引っ換えしなくてよくなるぐらい、まあ、装備が整えば楽なのかなとか思ってますけど。はい。せっかくはベスタルだけ装備見に行こうかな。多分むしろベスタルより多分アカシャの方が、まあ、ね、やっぱレアリティ的に工作感としては強いのかもしれないんだけど、工作感未だに私ベスタルしかいないんで、結構お世話になってますけどね。白衣の天使としてみんな平等しないといけませんから。普通につけている。指揮官ばかり世話するのはダメです。多分これが変わるんだろうね。個人的にはちょっと。もうなんなら鑑定修理装置でもこれ重複するのかな。これさ、1戦闘で1個とかなんかそういう手じゃなかったっけ、そもそもだけど。あ、これは違うか。そのあれか、ベスタルのスキルが 1戦闘に1回か。ゴミごとに耐久が10回復、同じ種類の効果は最大値のみ適用。同じ種類の効果。だから2つつけても無意味なんじゃないか、実は。どうなんでしょうね。わからんね。はい。そんな感じでしたね。はい。それで、今回は箱開け&断捨離、プチ断捨離パートでございました。ね、装備整えて12月12日までになんとかエクストラ、クリアできるように頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。あとね、そう、友達がね、増えました、最近。3人になりました。イエーイ。まあ、トコメゲームの友達のメリットって、まあ一応は、鏡面とかあったときは、ね、友達補正が入るんで、あれなんですけど、まあね、随時募集しておりますので。私、今、満杯になるまでは承認率 100% なんで、よかったら、申請してみてください。はい、そんな感じです。お疲れ様でした。バイバイです。